皆様ごきげんよう。今日なんですけど、グランドオープンの東郷選手、S レアですね。SS は当たらなかったので、S レア使ってみたいなと思います。持久弾でね。持久弾でやっていきます。やっていきましょう。4900、なんか優勝者ですね。シーズン2のバーサス1グランプリ優勝者ですかね。これに通用すればまあ誰にでも通用するっていうことなのかな。あ、やばい、これは手が出ません。でも普通に強そうですけどね、東郷選手。ソウルマークさえしなければ。持久弾だと、今100アップしてるのかな。なんで2700ぐらいかな。対象選手確かアップすると思うんで、オーダースキル あの期間中で。低めこれは外れた。いいよ、振ってくれないかな、内野ゴロぐらいに。ボールか、ツーシームいってきますか。シュートフォークだと思ってくれて打ち上げてくれたらいいのに。第4球投げました。取れる、無理か。センターへ持っていった、長打コース。フォーク決まった。ワンアウトランナー一塁。第2球、いやー無理か。宇宙間深いところを破ります。シュートフォーク打たれそうだな。ワンアウトランナー二塁一塁。じゃあ投げてみよう。4番バッターを迎えます。でドロップ。ワンアウトランナー二塁一塁。いやーストライク入らない。低め見送ってボール。先制のチャンスを迎えているベイスターズ。第3球投げた、これは手が出ません。ドボール。ワンアウトランナー二塁一塁。真ん中付近に投げすぎてるね。第4球投げた。よしサードライナー。サードライナー。サード取りました。打席には5番バッターが入ります。ストレート行ってみよう。取れる取れる。いやー無理。打席には6番バッターが入ります。低め決まりました。ベイスターズチャンスを迎えています。第2球投げた、取れる、取ってくれ。いや無理か。2点取られましたね。3塁を蹴ってホームイン、タイムリーヒット。2対0リードを2点に広げました。いや3点目いかれたか。シュートフォーク。よし。ショート取りました。スリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ先手を取りました。いやースカットボールか。サード取る。一塁送球。一塁アウト。ワンアウト。カーブと何があるんだっけ。打ち見送ってボール。第2球ストライク。内へのストライク。カットボール。第3球投げた、インコース見送ってボール。第4球投げた。いやセカンドゴロ。やばい。ツーアウトだ。一塁送球、一塁アウト。見送ってボール。ボコボコにされちまったな。第2球投げました。低めこれは外れた。いやーファーストゴロか、じゃないピッチャーゴロか。ピッチャー取った。一塁送球、一塁アウト。この試合はコールドゲームとなりました。まあとんでもない方と当たって普通に負けましたね。まあ多分東郷投手普通に強いと思うんで、まあこれで先発が1枚増えたかなと思います。
まあという感じでね、戸郷選手はもう取れないんですけど、まあ、長野選手はまだいけるんで、もうちょっと頑張りたいなと。撮影してるのはまだ戸郷、あの長野選手が出る期間中なんで、じゃあ長野選手ね出る期間中なんで、もうちょっと頑張りたいなと思います。まあそういう感じですね。さよなら。